半倍になっちゃうよ。心配くんがおはようございます。おはようございます。はい。今日は心拍ですね。心拍のこれはね山鳥山木で、あ、そうです。そうなんです。この木の一番いいところっていうのはここの板シャリになると思うんですけど、これをもっともっと細くして板シャリになるのと、あとこの陣ですね。はい、枝陣ですよね。ここら辺を、すごくいいなと思って購入したんですけど、ただあとまあ間延びしてるんでね、こういうやつは全部間延びしちゃってるんで畳み込まなきゃいけないんですけど、まあ今この作りっていうのがこちら流れですね、うん、こちらに流れてて、この挿絵だ、これが効いてるねって、これがまあ今一番いい、この中では一番いい絵だとなってるんですが、ちょっと気になるのがですね、いいと言ったこの2箇所を見せるにはこいつが邪魔だというのがあるんです、うん、小さく畳み込んでこの辺に持ってくるっていうのはあるんですけど、まあそれにしてもこれが生きてこない。でもう一つはこちら側に水水があって、こちらがシャリってことは自然の流れから言うとこちら側から風が吹いてこっち側が左側が枯れてるよということなんで、これが一本だけあるのも不自然なんで、これが仮に陣にとってなった場合はこちら側が全部枯れていて幹に守られてこの水水が生き残ってるよということで、まあ角度的にはこういったり角度的にいろいろ変化あると思うんですけど、少し起こしてこちら流れにすると、はい、で少しここもちょっとまっすぐなのも気になるんで、こういうやつで少しこうやって下ろしてくればこの辺のまっすぐも少しカバーできるかなと、うんうんうん、自然の流れにもそいでるし、まあ、見どころがね見せられるということで、でいろんな人にこれ実は相談したんですけど、うんうん、いろんなプロの方だとかいろんな方に相談して残した方がいいよ、取った方がいいよっていろんな意見ある中で、まあ、最終的にここの園主のですね浜野会長の、お話を聞いたら、もう取ると、これは残しちゃダメだと、もう即決、さすがあのプロ中のプロで即決でしたけど、あの取った方がいいというお話の後押しをいただいたんで、いつも安心して思い切って取っちゃうというところですね。なかなかこれをね取る勇気っていうのはないんでね、でましてやこう山木でね、あの貴重な木なんで、ということで取ります。で取るのも、この辺はまた陣にしても作れるんで、はい、長めに切ってですね、最後この辺で模様を作っても面白いと思うんで、うん、少し長めに切ります。うん、はい、いきます。でん、でん、はい、切っちゃいましたね。切っちゃいました。もう後戻りできない。それといらないなというのはこれですね。これが間延びしちゃってて、で先ほど言ったらこれが降りてきますから、はい、これはあっても意味ないんで、うん、これですね、これだね。なるほど、はい、これはもう元の方からこれも、はい、ということでこれぐらいは傾けてもいいと思いますね。こんなイメージで結構印象変わりそうな、いやもう全然変わると思いますね、はい、お願いします。はい、お願いします。皮むいちゃいますね。でまた切りでこう跡をつけといて、これ以上上に行かないでっていうところに、少し長めにというかギリギリでもいいんですけど、ちょっと一旦この辺で、はい、であとはこのやっとこでですね、上の方が枯れてますね、これね、ここはねもともと枯れてるんで、下の方が少しこう潰しておくと行きやすくなる、はい、山鳥なんですよね。山鳥ですね。で山鳥も継ぐ木が多いんですよ。山鳥と言いながらも、元のところについてる木があるんですよ。おそらくこれそれがないんで、あの本当に天然のというか、うん、山鳥の貴重な木だと思いますね。どこの？糸魚川っぽいんですけど。糸魚川っぽい。ぽいんですけど、だから北海道だとか、あの葉っぱがもうちょっと長いんですよね。山鳥の木で。紀州だとか、紀州はまたちょっと緑色っぽくて、北海道はちょっと濃い緑っていうか、あの青っぽい緑ったら変ですけど、あの岩手とかね、そっちの方も取れますし、はい、本当は上からとか順番にやっていきゃいいんですけど、適当にやっちゃってる。
何ですかね、動画のタイトル。一番いい枝を切ってもっと良くするみたいな。一番いいっていうのは、はい、枝の落ち方が良かったって。あ、そうですね、流れ綺麗でしたね。確かに、カクカク今の左流れでいうと一番重要な枝だったって、うん、やっぱりそれはもう一回繰り返しですけど、いいとこを見せるっていう、うん、それがまず大前提ですよね。そうですね。で、2つ目にその流れを考えて、うん、左側が枯れてるっていう。人間もそうじゃないですか、いいとこを見せて。そうですね。ね、女優さんもこちらから写してとかってありますよね。はい、私なんかもお腹目立たないような服を一生懸命着るんですけど。盆栽の高さ的にお腹が写っちゃう。そう。グッズシリーズ。グッズシリーズを。ジンを作るグッズですよね。これもいくつかあります。こういうやつとですね。これね、コブラとかって言うんですね。コブラ。これですね。そう。はいはい。まあ、これはね、普通の何でも使 う, こう切り込み入れたりなんかしますけど、これは コブラって言って、こういうやつをガリガリ削るやつですね。こうやって削るやつですね。はい、であとはこれも結構使いますね。こうずっと削ってですね、こういうやつをこう 削っていくのに、はい、これも結構使いやすいですね。これが一番よくいろんなものに使えます。これはこういうふうにね、削るのもできるし、まあ彫刻刀みたいなもんですけどね。なるほど。はい、これはもういろんな名称はあるんですか。え、名前は分かんないですね。はい、川崎先生もめちゃくちゃ持ってる。川崎先生は手作りですからね。手作りでめちゃくちゃ持ってますよね、削る道具。こう一応皮むきがざっくりですけど、はい、また後でも綺麗に剥けるんで、うんうん、はい、剥きまして、はい、これ早く剥かないと剥きづらくなっちゃうんで、うんうん、今剥きましたけど、やっぱりせっかくこう残したんで形を作ってするんですけど、今日は針金掛けは銅線をかけるんですけど、はい、今はですね、銅線でやっとくと黒い筋が残っちゃうんですね。結構ね、針金掛けたところが黒い線が残っちゃって、はい、落ちないのがあるんで、これだけはアルミ線でちょっとかけるようにします。小ネタですね。小ネタ、はい、曲げる方向を考えて、どっち巻きに、右巻きにするか左巻きにするか、うん、どっちかというとこういう上げたい感じなんで、こっち巻きにしますね、右巻きに、はい、で引っ掛けるとこがないんで、ここでこのやっぱりこの辺がこう上にグッと上げてくるんで、はい、背中に当たるんですね。ピッチも優先必要なんですけど、はい、やっぱり背中に当てる方を優先して、うん、だから間隔が長くなったりこうするんですけどね、はい、短くなったり長くなったりするんですけど、それよりはその背中に当てる方を優先して、あのピッチの見た目よりはですね、あの効く針金掛けをかけるということですね。やっぱり一番ここを効かせたいんで、はい、ここには隠れないように、ここを隠さないようにですね、うん、上げていくんですけど、ちょっと こっちに逃げるような感じで。いや、そりゃそうですよ、買うのはなくてるけどね、ちょっともう一本かけますか、せっかく、はい、細かい面白い曲になった方がいいんで。だって15日来週でしょ。うん、この辺はね、センスなんで、はい、こうしろっていうのはないんですよね。結構行きましたね。行きましたね。もう上がりましたね。上がりましたね。あ、これが少し割れましたね。まあ、なくてもいいんで別に。まあ、最後ちょっとこう起こしてあげると、下向くよりは、ね、勢いがつくかなって感じですよね。この3本に針金かけるんですが、はい、14番ですかね、これがね。一番太いのはこれ、まあ、うんうん、音と似てますけど、これなんで、これとこれ、はい、で、かけた後にこれとこれと、はい、はい、いう感じにかけます、はい。
いらない枝を剪定するの忘れましたね。細かい。で反対側でもう一本。そうですね。ここ一本で。まあ、これぐらい枝の3分の1ぐらい、導線ですからね、3分の1ぐらいあればちょっと細いかもしれないですけど、まあ、こっちとのバランスもあるんでね、はい、こっちは適正だと思うんですけどね、はい、抜く葉っぱがあるかどうか、あ、こういうのですね、取れますかね、こういうの、これもう枝にならないですね、紐の葉っぱなんでね、こういうのはいらないですよね、そうですね、こういう紐のやつはいらないですね、こういうね、これもちょっと下に飛び出しちゃって、はいはい、もう使えないだろって枝ですね、あ、これもそうですね、こういうこの枝分かれに近いとあまりにも近いんで股のとこです、股のとこ、はい、まあ、こういうのは少し枝が重なっちゃってますよね、はい、3つね、で、まあ、こっちにもあるんで、まあ、ここと3つ近いし、こことここが貫抜きというふうに見えるんで真ん中を落とすとですね、うん、上から見るとめちゃくちゃ荒々しいですよ、この木。荒々しい、うん、荒々しい、荒々しいというか見やすい、違う荒っぽい、荒っぽいじゃないです、何、いい加減、生命力、あ、木がね、木の、あ、はいはい、作業が荒っぽいっていうのか、いや違います怒られてる、ね、長さがぴったりいくと嬉しいですよね、うん、狙ったところにぴったり割るとよくね、こう長めに切って切っちゃう人いるんですけど、お金のある人はいいんですけど、我々みたいな趣味家はただ短いと一番ダメなんでね、そうですよね、短いのが一番ダメなんで、多少切るぐらいが一番ベストですね、少し、予想外にぴったり割ったらラッキーと、ラッキー、はい、自分が来たらちょうど信号が変わったみたいな、そうそうそうですかね、そうですね、今太い枝が3本になっちゃってるんで、うん、はい、こういうのはやりながらですけど、見つけると切ると、この真ん中ですね、はい、あの切っちゃってましたけど、やっぱりこの間延びをカバーしたいんで、まあ、内側の枝を取っておくっていうことですね、はい、でこれが芯になりますよね、こんなに大きくなくてもいいですけど、このぐらいの木をこう一から作ってみたいですよね、あ、休みの日1日使ったりとかして、はい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 、そうですねゆっくりね、うん、やりたい、まあ、あとは枝抜きがねやっぱり怖いから、はい、うん、そこだけアドバイスをね、うん、もう見てるばっかりですからね僕は、そうですねやりましょうよ、いや、やりたいですよ、この間の心拍どうだったですか、あの、うん、割れちゃったやつは大丈夫ですか、あ、大丈夫でした、大丈夫ですか、だからもう最近は我慢するためにも挿し木と種ですね、ああ、そうですね、挿し木は後でね、バカにならないですからね、そうですよね、後で良くなってくるから財産だなと、そう、ね、枯れても元々だし、そうですね、つかなくても元々なんでね、くっついちゃってるんです、うん、くっついちゃってるんで針金が入っていかない、で、針金が太いから余計やりづらいんですよね、地獄になりますけど、間にあれ、これもあれか、あ、3つ出てんのか、ただこれ取りましょう、はい、はい、太い枝は針金かけたんで、これから幹曲げになります、うんうん、はい、はい、この辺もね、でも細かいところ、そうですね、まあ、あの一回作ってみて、あの気になるところをかけるようにすればそれでいいと思うんで、はい、ちょっとこれイメージですね、こんな感じで押してみて、ちょっとね、いろいろこういうぐらいまで行くのもねあるんですよね、確かにね、あの、まっすぐになっちゃうとちょっと面白くないんで、はいはい、ちょっとこれぐらいまで起こすのはあると思うんですけど、うんうん、とりあえずこれくらいでやってみたいと思います、で、これね、気をつけなきゃいけないのがですね、ちょっとこうやってて割れたんですけど、ヤマキはね、枝も硬いんですよ、うんうんうん、あの幹はね、こういうところが硬いっていうのはね、よくあの、いわゆる年輪が詰まってるんで、はいはい、あの硬いんですけどね、枝も結構硬いんで、あのポキッといくんで、ちょっとあのいくつか出るかもしれませんけど、はい、そこら辺注意しながら少しずつゆっくりゆっくりちょっとやってみたいと思います、はいはい、全体的に小さくまとめていく、そうですね、まずがね、ここに入ってくるんで、これがねちょっと取っちゃってもいいんでね、あのこんだけやったんですけど、はい、ここら辺で少しこちら側に返して、うんうん、ここら辺でちょっと上げて取っちゃいましょうか、これまあとりあえず、うんうん、あの、まあ、取るのは後でもいいんで、とりあえず押さえておきましょうか、はいはい、ここが、ここに入ってくるんでね、ちょっと邪魔になるかもしれない、うんうん、
ちょっといや、まずやりながら考えますこれ、はいはい、まずやるのはこれをここに畳み込めるんで、うんうん、ちょっと慎重にここから鋭角にこれの上に乗っかってくるような感じで、はい、はい、もうじゃあいきなり邪魔になってますね。そうだからね、そういう意味では枝の下にこれがあるっていうのおかしいんで、ちょっとやっぱり取っちゃいましょう、はい、ここね、はい、硬そうに見えます、うん、ポキンといくんで ね、ちょっともっと畳み込みたいですね、うんうん、ここはね、針金かかってないで、こっちでかかってるんで、はい、曲げるんならここじゃなくて、ここで曲げるっていうことですね、うんうんうん、これやっぱグニグニと距離を短くしていくんですね。そうですね、こういうガラーンとしちゃってるところをいかに埋められるか、うんうん、でこれも頭なんで、これ前に来ちゃいますから余計開いちゃうんで、他のやつで、まあ、どうカバーできるか、この部分ここですね、うんうん、ここ今ガラーンと開いちゃってるんで、とりあえず畳み込んどいて、はい、後でそこら辺のどう埋めるかやっていくようになると思いますね。心拍がね、言われるのが肩を見せろって言うんですね、うんうんうん、肩っていうのはもうこの肩なんですけど、幹からここから出てるよっていう、ここら辺が枝がないんですけど、うんうん、これで例えばここにこうやっちゃうと肩が見えなくなっちゃう、ほうほう、なんとなくここら辺ないんで、こうカバーしたくなるんですけど、うんうん、この出っていうのはやっぱりこう見せて、ここから出てるよって、そうするとこれはこの、これはここじゃなくて、やっぱり上のところで畳み込んでおかないと、傘を見せるためですね。心拍だけなんですか？心拍、あれもそうですね、五葉松とか赤松、小白もそうですね。だからこうガクンと落ちた、その落ちたところを見せるっていう、うんうん、なるほど、はい、当時園の専門用語かもしれないですけど、肩を見せろって、肩を見せろ、はい、言われますね。股は開かず、肩は開かず、股は綺麗に、股は綺麗にした。片岡先生がね、言うと本当にいいこと言ってんなと思って感心するんですけど、私が言うと暇になっちゃう。下心が見えちゃう、下心が見えちゃうね。またあんなやろうとなんてね。一通り、そうですね、ちょっとまだざっくりで細かいところはね、ほとんど針金かけてないんで、ちょっとね、やっぱり山木で、うん、硬いんで、ちょっと針金ないとこ曲げたりするとこうポキポキ実はいってます、はい、はい、なんでちょっと粗いかけ方ですけど、段階的にですね、うんうん、こういう少し上げてみる、最初はねこれぐらいのイメージだったんですけどね、はいはい、ただやっぱりこっち流れなんで、もうちょっと起こしてもいいかなって感じですね、うん、ああこれぐらいでいいかもしれないですね、うん、もう別物になりました、今。そうですね、始まる前の画像、ああそうですね、こう並べてもらうと並べて、はい、キュッとしましたね。そうですね、そうするとまたもうちょっとねこっち寄せたくなったり、まあ少し葉っぱの下の方を抜いてあげるだけでも、こう棚の ね隙間ができてくるともうちょっと綺麗に見えるんで、園主からもお褒めの言葉をいただいて、はい、倍になった、値段が倍になった、値段がいくらかいくらか分かんないですけど。確かに、まあでも目論見通りですよね、ここの、そうですね、うん、これが生きてきたっていうことと、やっぱここですよね、ここも少し削ってですね、はい、できるだけ薄い、もう刀みたいな、うんうん、鋭いね、ここが板シャリにしてくるともっと良くなってきますね。なるほど、はいはい、園主がね、後押ししてくれたんで、思い切ってこの枝が取れたっていう。そうですね、はい、ちょっとやっぱりあれですね、綺麗に掃除して、綺麗な棚がねできてくると、こういうの、ね、そうですね、うん、どうですか、ま、満足度、まあよかったよかったよかったですよかったですよかったです、はい、はい、100点満点で、100点満点、はい、ありがとうございます、はいはい、100点満点って言っちゃまずいな。80点ぐらいって後で手伝ってもらって。
これ今こういう鉢なんで、うん、ここまでこれあえてこれと段差をつけるためにここにつけたんですけど、はい、実際鉢に植えようとすると結構低いんで、うん、低すぎちゃうんでこいつをもう少し上げるか場合によっては取っちゃうかもしれない、うんうん、これでも十分なんでこれの充実具合によっては取っちゃう可能性もあるし逆に畳み込んでここら辺に作るかもしれないし、なるほど、これをですね一応こうしてるけど低すぎるっていうとこですね、うん、だから100点じゃないんですよ。100点じゃない80点です。80点、はい、これでも低いな。ちょっとね、あ、これ取っちゃいましたわ。じゃあ思い切って おまけだったのに。おまけだったらどんどん変わってきた。完成形が変わるという完成形がちょっとこれ取っちゃいますね低すぎるんで、はい、これでもいいと思いますね。うん、うん、そうですね。これもちょっと気になってくるともうちょい上げて、これを残すんだったらちょい上げてですね、これね、うんうんうん、ちょい上げてさっき完成完成って言って100点まで言っちゃった全然100点まで言ったのに、すぐ変わった。もうね、まあいいか、こんな感じか、うん、とりあえずは、まあ、やりだしたよね、はい、はい、これで80点ですね。これで80点です、はい、これがあったらちょっと長すぎた、うん、はい、こんな感じで、こんな感じで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。